listening to Shibuya Cross FM。 ジパングの七色こまち。はい、始まりました、ジパングです。それではメンバー紹介します。はい、ジパングの末子ちゃん、みーちゃんこと鈴木ゆみです。お願いいたします。ジパング高山まりこです。お願いします。はい、田澤奈々です。よろしくお願いします。はい、アクリル板が ね、はい、ねそうなくなってる、ね、初めて先月あったのに、あ、5月頭かあったね、あったのに2週間前はあったけど、なんか全然違う感じするね、うん、前こんな感じでやってたんだね、昔は ね、 ね、懐かしい。なんか昔を思い出せない、もうそう、あれがなんか弓とかもアクリル板越ししか見えてなかったからさあとなんかやっぱ反射しちゃったりとかするよね、写真撮っても ね、 ファンの方に言われたり、嬉しいですね、こうやってどんどんね、うん、こう緩和されていくと、そうですね、昔に戻って ね、 ね、懐かしいということで、はい、で私たち今日ね発表があるんですけれども、はい、なんとちょっとまだ日にち、あ、うん、何月からかは決まってないんですけども、うん、東京 MX2 で、はい、番組出演することになりました。イエーイ、嬉しい、ね、念願の東京 MX で、そう、 そうですね、はい、まあ東京の方もご覧いただけるっていうことで、結構調べると1500万世帯で見れるということなので、うん、はい、かなりの東京と、あと千葉とか、うん、埼玉とか茨城とかも一部見れるらしいから、そうで、今までは私たち千葉テレビ、うん、埼玉テレビかな、うん、だったので、ね、ね、東京 MX 出たいなって思ったので、うん、はい、まあ、ちょっと MX2 なので MX2 つチャンネルがあるみたいで、そっちの2の方なんですけれども、うん、まあ、時間は多分深夜帯じゃないかということで、また追って、はいはい、詳細はね、はい、また出演日分かったら、うん、ってことで、はいですね、うん、楽しみですね、楽しみ緊張しますけど、確かにね、まあ、なんかテレビもねたくさん出させてもらってきて、そうだね、初めての東京 MX なんで、ね、楽しみ、徐々にこうどんどんねステップアップしていきたいなというね、うん、確かにね、うん、思います ね、 ね、夢は高くねということで、はい、またお知らせしますということで、はい、はい、それでは質問来ております。はい、アーサーさんからです。ななちゃん、まりこちゃん、ゆみちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。夏を感じる暑さが続いておりますので体調気をつけましょう、うん、質問ですが、3人はコロナが緩和されて今まで自粛していたけど近々解禁しようと思うことはありますでしょうか、ということで、で、まあ、アーサーさんは海水浴に行く予定で、うん、体作りを始めるということで、おーすごいね、まあ、まあ、あと PS 以前のようにライブに定期的参加してくれることを期待してますということで、はい、来ております。ライブ ね、はい、ライブね、ありがとうございま す。そうです ね、 ね、なんだろうね、解禁しようと思うこと、でも、うん、なんか日々の変化はすごい感じるよね。マスクしてない人が多くなったりとか、そうだね、うん、あとこの辺もそうだし、そう、アクリル板なくなったのもそうだし、うん、自分個人はそうだな、難しいね、うーん、ある？解禁ね、解禁、普段からすごいあのアクティブなタイプじゃないから、うん、いろいろ行くタイプじゃないからさ、うん、そこまで変わらないんだよね、うん、私はあんまりどこそこ行くってか、ユミもでもユミも結構もうね、もうなんかいろいろ行ってる感じだしね、そう、行き過ぎちゃって逆に改めて行くってことがない。あ、去年は海行った、うん、そう、海行った、あ、もう行ってるんだね、うん、あ、もう解禁してたんですね、そう、 そうね、なんだろうな、なんだろうね、あんまないかもな、ないかもね、まあ、自分の中で一番の変化もマスクだよね。それだね、そう、一番はそう、まあ、外手私つけてないし、うん、ほんとそれだね、うん、なんか満員電車とか以外は基本あんまつけてないからってあるし、あと化粧してると崩れるじゃん、崩れる、夏とか、そう、夏ね、やばい、そう、それもね、しんどかったので、ずっとしんどかったじゃん、今まで擦れたりね、そう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 、それがもうストレスで仕方なかった、そうで、肌荒れもするしさ、っていうのがあるから、それがね、マスクなくなるとすごいね、嬉しいなとは思いますね、なんか体作りって書いてたけど、夏だから体作りしてますって感じ、海行くからじゃない、その海水浴行くから、なんかでもそうじゃない、アーサーさんはね、うんうん、うちらは特になんかマリコちゃん前体作りしてたよ、やってたよね、マギちゃん一時期、一時期ね、2022年の、うんうん、2021年かな、うんうん、のタイ
ジャパンエキスポタイランドに行くために体作りはしました、うん、あ、そのためにやったんだっけ。そう、コロナになったぐらい なったぐらいかな、のタイミングかな。でパーソナルトレーニングみたいな、なんか毎回そのもう行きたくないみたいな言ってたの覚えてる。めんどくさくなっちゃってね、結構ね体重計乗らされるし、そうそう、結構しんどいみたいで、そう結構言われるからね。体重減ってないと気まずい雰囲気が流れる。減ってない、あれ。しかもさ、なんかにあの筋肉がさ、そう筋肉が、ね、結構つくみたいでね、めっちゃついて、それですごい大揉めしてたよ、なんかね、そう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 、ついてる、太くなったって言ったけど、いや、なんかね、そんな簡単には筋肉なんてつかないって言われて、うんうん、でもついて、ついちゃったんだよみたいな。必死にね、こうやってたよね、うん、懐かしい、あ懐かしいね、全然もう行ってないですね、もうあれから、あれきりで、うん、自分もね、通おうかなとも思ったんだけどさ、うん、ね、なか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 続けるって大変だよね。そうね、本当に大変、あすごいよね、毎日行ってる人本当に尊敬する。すごい、すごいと思う、うん、すごいよね、だって運動するってさ結構しんどいじゃん、もともと好きじゃないと難しいよね。そうだね、確かに、そう、私あんまり好きじゃないから運動苦手っていうか、うんうん、なんか別にしなくていいんだったらしなくていいやって感じだから、うん、そうそうそう、弓とか好きそうだけどね、運動ね、運動は好きだけど筋トレは気が、あ、筋トレ。なんかさ、自由に動ける運動は好きだけど、どういうこと自由に動ける運動って、なんかなんだろう、適当に遊ぶみたいな、なんかそうバドミントンするとか、そうそう、ね、スポーツね、そう、たまにたやると楽しいなと思うけど、なんかああいうガチガチのやつはね、ガチガチのやつはもういいし、嫌な、うん、確かに。でもユミとかダンス好きって言ってたもんね。ダンスとかは好き、そういうのはね、うん、楽しいって言ってたような記憶があるから、うん、まあね、なかなか行くまでがめんどくさいよね、うん、その現場にねっていうのもあるけど、すごいジパングの T シャツ着て、すごいすごい。めっちゃ目立つね、私のサインがめっちゃ目立つ。大きい大きい大きい。っていうことで、はい、でもう暑くない？暑い。夏どうなるんですかって感じですけど。今ね、まだ5月だからね。うん、そう。梅雨も入ったんでしょ？沖縄。あ、そうなんだ。うん、梅雨入りしたらしい。梅雨やだね。梅雨やだ。本当に雨ってやつない。雨がジメジメするから、ね。ライブやってた時は本当に雨の中のキャリー行くのが、ね、本当に嫌だった。え、マジまた雨かみたいな。そうだね。雨の日は嫌だったな、ライブ。なんか自分なりのさ、暑さ対策ってあんの、みんな？ない。ない。私昔あのもう暑すぎて保冷剤をタオル巻いて、うん、脇にこうやって雨やだーそういうこと。いやマジでそれで歩く脇を冷やすといいんだって。へえ、もうすっと汗引くんだって。そうそう、え、ない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 。でもミニ扇風機みたいなファンの方にいただいて、あーそうだね、 それあれは結構使ったな。なんかあれは便利だった、めっちゃ、ね、あとセンスも持ち歩いてた。あ、センスは持ち歩く、センスね、じゃないと昔普通に仕事しててさ、やっぱ距離が歩くからさ、もうそれだけで全部、うん、もう全部暑すぎて、うん、通勤で、うん、満員電車で通勤で、うんうんうん、もうやばいんだもんね、もう暑さが。センスは持ち歩く、なんかよく仰いでる、夏夏ね、うん、なんかそうやって本当に暑いの嫌いだからさ、最近のやつでも冷風とか出るんじゃないの、あれから出ないのかな、どうなんだろう、そういうのはないのかな、ね、冷風って出るのかな、うん、でもなんかここに冷たいのつけてる人とかよくいない？あ、そう、いぐ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 、ね、確かに。だってあれも中にそういうの入れてるんでしょ、なんか保冷剤じゃないけど、多分そうだと思う、じゃないと無理だよね、冷たいのもさ、うん、そうそうそう、で普通の扇風機だとただのここの空気がそう、ね、あったかい空気はふわーってしてるし、そうだね、やっぱ冷たいのがね、冷たいのがいいもんね、欲しいよね。ライブとかほんと死にそうでしたからね。いやもう、考えただけで大変だった。本当にぐったりだよね。あと野外ステージの時に外に控え室ある時とか地獄だったよね。あーあったね、野外ステージ、うん、分かったっけ、うん、あった。きついですねそれは。きつくて、あとなんか屋根がなかった時もあったじゃん、野外で。いやあったね、すごい怒ったよね。私怒りました、顔がお猿さんみたいになっちゃって。真っ赤になっちゃってね。そうね、そうリーダーめっちゃ赤くなって、びっくりしたよねあれね。恐ろしい今でも。相当膝
差しは見たよね、あれね。これかったら普通にね、チェキ会とかあるのにかかわらず、だいぶ前から赤くなっちゃって。いやー、本当にしんどいですね、暑いのはね。なんかせめてちょっとこう屋根が欲しい ね。そう、屋根はね。ちょっと欲しいですよね。屋根はせめて欲しいね。厳しい。物販中とかはね。ライブ中はまあさ、そこまで長いステージじゃないしさ、あれなんですけど。そう、私たちの衣装暑いしね。あ、そう、暑い。生地がしっかりしてるのが今まで歴代の衣装だったから、それもあってか今までの衣装が全部暑かったイメージが。暑かったね。ね、まあみんな暑いよね、衣装は吸収しないみたいな衣装だから。だって結構みんなほらやっぱり重ねないといけないじゃん、衣装って。中にチュール履いたりとか、例えばさ、どこのねグループさんも結構さ、だからなかなかね、暑いですよね。制服、あの制服じゃないや、なんだっけ、衣装洗えてない買ったりね、するとね。そうだね、衣装もなかなか洗濯がね、ガンガン洗濯機で洗えない。毎日ライブやってるグループとかは大変だよね。いやー、どうしてんだろうね、って思っちゃうよね。何種類かなんかないと ね替えがね。本当に、そう、夏はそれがしんどいなと。ねー、もう夏だからね。でも夏好き？あんまり？あんまり。あ、そうなんだ。好きじゃない。そうなの、好きだと思ってた。なんか結構夏かイベントが多いじゃん。あー、みーちゃんね、冬の方が好き。あ、そうなんだ。そうなの、意外。なんか結構さ、海外とか行くとさ、お腹出してさ、なんかね、エンジョイしてるじゃん。海外の暑さは平気だけど、日本の暑さは。あ、違う。でもそれわかる、わかる、わかる。なんかタイの方がカラッてしてたよね。そうそう、日本だったらもうジメーってしてるから、ね、マレーシアの方がカラッとしてるよね。そう、全然暑さが違う。一応亜熱帯地方なんだけどね、なんて言うんだろうね、結構そういうこと、だから結構ジメって感じだけどね、アジアでもね、マレーシアとかタイはね、日本ジメジメしてるもんね。そう、あとはこう照り返しがしんどいよね。そう、コンクリートの、そう、アスファルトかのこの、確かに確かに反射がしんどい。あと異常に気温が高いしね、夏ね。そう、どんどんね、どんどん毎年暑くなってない？毎年暑くなっていくから、もうやだ。なる。もう春と秋がなくなるんじゃないかぐらい。ね、確かに大丈夫かね。そう、だからなんかね、いいよ、せっかく春服とか秋服楽しみにさ、買ってもね、なんか一瞬で終わるって、もう夏みたいな、夏か冬かみたいになっちゃうからさ、っていうのはありますよね。ね、まあね、まあ、PS でまあライブも してくださいということなので、はい、まあね、できたらそうしたいね。なんか最近そういうアイドルライブ的なものは全く出てないから。そうだね、出てないね。対バンみたいなやつは出てなくて、出ても主催で、うちの事務所主催でやってるものかとか、めちゃ大きい、そうだね、イベント、イベントか、なってるんで、まあ出るかな。出たいですね。去年はね、夏ね、お台場のイベント出たので。去年だよね、あれ。夏か、夏だね、8月だよね。そうだ、そうですね、ね、なんか出たいですね。夏はイベントが多いからっていうのはあるね。まあ何かあればお知らせしますということで、ね、はい、もしね、うん、私たちなで次はね、来週、再来週か、ね、ゲストがいらっしゃるので、はい、はい、またね、またすごいゲストでね、すごいね、そう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 、楽しみですね。まあ、緊張しちゃって私。どうしようみたいな、ちょっとね、早く、あ、てかこの距離で会ったことないじゃん。ないないない、しかもアクリル板なくなっちゃったんだみたいな。そうだね、ね、これがなんかちょっとの緊張をさ。そうだね、ね、わかるわかる。この距離は初めてだな。なんか遠くから見てるみたいな感じだったから。そうだね、今までね、実際お話するのが初めてなんだよね。初めてだし、向こうはなんか認識してくれてるのかな。私たちのこと、どうなんだろうね、認知されてんのかな。どうなんだろう、認知されてんのかな、気になるね。あと言って聞いてさ、言えなそう、全然言いづらくなっちゃう、ね、言いづらくなっちゃうから、ね、まあ今はもう出るからさ、調べてるでしょ、ね、分かってるでしょうけど、ちょっとね、緊張しますね。緊張するよ、ちょっと緊張する、本当にね、信じられない、なんか あんまり。そうだね、接点ができたっていうのが、あっちたちは昔からね、知ってますけど、知ってましたけど、そうそう、結構そのね、あのいろんな会社の方たち、そうだね、
私たちがお世話になってる会社の方たちも好きでね、うん、そうみんなね応援しようみたいな、うん、みんな見に行ったりしてたから。そうだねうちの社長も好きだよね。そうだね。そうなんですよ。でファンの方も好きなんだよね。そうなんですよ。そうまあね和のつながりっていうのもあって、うん、そういうのでまあね好きな方も多いのかもしれないですね。そうっていうことでね、はい、楽しみですね。楽しみです。楽しみにしてください。いよいよ来ましたって感じで、ね、何ヶ月か前からこういう話はあったんですけど、ね、でもなんか現実になるのかなっていう感じだったんで、そう本当にできんのかなとか、うん、出てくれんのかなっていうのはあったからね。本当にね6月第1週、うん、ゲストでいらっしゃるということが、はい、決定してますのでね。またね決定なんですね。はい決定です。決定です。緊張した。さっき次のラジオらしいよっていう話をしてて、うん、そう控え室でね話をしてたんですけど、うん、そうなのでまあね、あとはまあ東京 MX2 で、あそうですね、はい、っていうことなので番組をね、うんうん、やることに、はいはい、なったので、まあいつからかはまたお知らせをしたいと思いますね。近くなった時にね、うん、お知らせしたいと。まあ今日は2つかな重大発表ね。そうですね。ゲストもいるしね。ゲストの名前はまだね明かせない。そうだね、まあそうですね、まあ、ギリギリで、まあ、来週ぐらいにはもうツイッターとかで、はいはい、公式のツイッターで流して、うん、ね、ちょっとどんな会話をすればいいかがちょっとなねあれですけど ね、あでもテレビも結構あっちで出てるもんね。出てますね、うん、はい出てますね、はい、うん、でも日本でもすごい方々と共演をしてる方なので、うん、そうね、なので楽しみだし、あのすごいですよね、そのセンスさばきとか。すごい。そうかっこいい、うん、私その隣でさ、うん、隣だったんだよね実は。あーそっか。そうタイのファイナル、フィナーレの時、ね、ジャパンエキスポの。そうすごかったよ、もうこんなんなってて、うん、すごかった。なんかね私たちがセンス持ってるのが申し訳ないくらい私たちこの動きしかできないから、うちらこれしかやってないから本当にあこれがこれかこれか、そうこれが本物かなんかセンス隠したくなるよね。ね、いやすごくないですかあのセンスさばき、うん、すごい。なんかあれだって投げて蹴って取ったりとかさ、ね、え、ね、どういう訓練をしてるのかね。あとはやっぱ大きいからすごいなんか映えるよね、うん、このさばきが。そうね、あれもすごいなって思ったし、うんうん、なんか近くで見るとよりすごさがね、そう、うん、わかりますよね、うん、なんでこの距離感は大丈夫なのかちょっと心配ですけどね、そうだね、うん、うん、なのでちょっとね、うん、6月の頭は衣装でね、私たちもそう私たちも衣装であの負けないようにね迫力にそうだね対抗しないと。そうだね、いけないのでちょっとワクワクしますね。するね、久々になんかね、ワクワク、うん、なかなか日本でこういう気分ってないんで。ないないない、うん、緊張することが。そうそうそう、海外だとねイベントジャパンエキスポがあるので、うん、さすがに緊張ちょっとはするからね。しますね、うんうん、緊張はしますね。ちょっと前回は野外ステージがやはり緊張そうですね、したね、初めてのしました。やっぱ出たことない慣れないステージ、うん、初めてのステージってやっぱ緊張するよね。する、うん、やっぱ、うん、みんなね、うんうんうん、だけどもうあんま記憶にないくらいなのだし、野外ステージのね、うんうんうん、まあでも楽しかったなっていうのは思ってます。覚えてますけど、うん、だってジャパンエキスポだって最初の時はなんか何が何だか分からずさ出ちゃったからそうそうね、よく分かってなかった、ね、なんかでだからこそ行けたのもあるよねなんかだから訳も分からずステージ立ってね、そう分かんないから立てたよねで普通だったら多分緊張して本当さ、ね、大変だと思うよ。うん、多分 6回ぐらいステージ立ったんじゃないですかね、うん、その時最初行った時ね、うん、タイでね、そうだね、2ステージあったので、うん、3日間、そうそうあったからね、結構出てるんですけど、うん、よく分からずでね、そう、うん、なんか乗り切っちゃってね。そうで物販もよく分からずね、あ、そうチェキとかもなく物販もなくめっちゃ写真撮影されるみたいな、記者会見みたいになっちゃってね、そうなんかね写真撮影、記者会見状況で動けなくなっちゃってね、そううん、なんかハプニングがいっぱいあって、そうそう、分からないことだらけですごかったよね今思うとね、思うと笑えるエピソードがいっぱいある。おいおい、ね、もう慣れてきたら今はもうねちゃんとこうできるスムーズにね、そうそう、できるようになったけど、ね、最初のうちはね面白いこと、うんうん、ありました、いっぱい。そうだね、メンバーみんなでなかなかタイ行くこともなかったからね、うん、初めてっていうかなかなかなくない、海外行くことプライベートでも。ない、ね、ないから、うん、
ね、まず空港の猛ダッシュから始まりね。あ、そうね、運動会ね、そうそう、懐かしい。乗り遅れそうになってね。そう、飛行機に間に合わなそうになって、みんなね、みんなで走っていって、うん、みたいな、一人ずつ死んでいくやつね。そうそう、ちょっとだってあれどのくらいの距離あった？相当長かったよ。だって一番端っこ一緒、確か空港のターミナルだよね。何百メートルとかじゃないよね。500メートルぐらいあったよね。あると思うよ、うん、をもう全力疾走して、そうそう、靴脱いでね、うん、走ってるメンバーもいて、そう、飛行機を止めなきゃと思って代表して止まってくれんの。あれもなんか飛行機関連結構あったね。あるね、乗れなかった日もあったしね。飛行機トラブルが一番多いかも。そうだね、なかなかやっぱりね、あの結構早めに行かないといけないからね、そう、時間がね、海外だとね、うん、日本だと結構さ、もうスムーズだから、ギリギリっていうか、まあ、30分前に着いても別になんだよね。そう、だからさ、混んでるからね。そうそう、だからそういうのがね、やっぱ慣れないとね、うん、ハプニングがいっぱいということです ね、 ね、本当に懐かしいね、うん、また行きたいですね。行きたい、本当に海外にね、うん、タイからだいぶ経つもんね。もう2月だから3ヶ月経ってるもんね。そう、うん、また行きたい、うん、来年、ね、来年ですね、うん、行けたら、うん、はい、本当にチャンスがあれば行きたいですね、うん、はい、ってことでまだちょっと時間あるね。あ、そうなんだ、うん、あと5分ぐらい。なんかありますかね。なんかでも、まあ、新しいその仕事は楽しみだなと思って、うん、その東京 MX もそうだけど、うんうん、なんか私たちも考えてね、一緒に。そうだね、うん、うん、参加というか、なんかそう、せっかくなのでね。そう、せっかくなので参加できれば、そういうのも、なんか私今まで見れなかったから、もう全部チェックしようと思って。あ、テレビでしょ。そう、私一回だけ見たことある。あ、金スマは毎日見れるじゃん。あ、金スマ見 れるけど。あ、金スマね。そう、ジパングで出たやつは千葉テレビ。そうだね、何回か見たことある。あ、あ、うん、あ、全然映らないからさ。1回か2回ぐらい。でも映んないんだよね、うちも。おかしくない？千葉なのに。そう、映らないっておかしいよね、絶対ね。千葉だったら映るんじゃないの？マリコちゃんに聞いたら映んないんだよね。そう、なんか親に聞いても映んないって言うから。本当だった？と思って。そうね、アンテナ立ててないと映んないってことなのか。いや、わかんない。映るんだと思うけど、わ、うん、かんないんだと思う、その親もやり方が。なんかさ、番組表から飛んだらさ、番組表ってあるじゃん、うん、そこから飛ぶと結構いけたりするからね。なのかね、チャンネルにはいけなくてもさ、あのボタン押してはいけなくても、うん、番組表から押して、あ、そのそう、今放送中だったりとかするとか、あと予約だったらできるとかさ。だから結構その千葉に住んでるファンの方がツイッターに上げてくれてたりしてたじゃん。あー、はい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 、はい、なんかそれを見て、あー、こんな感じかみたいな、うん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 、うん、思ってた。なかなか自分を客観的に見ることってないからさ、ない、ああいうテレビとかさ、まあ、このラジオも映像映るからあれですけど、癖出るよね。そう、なかなかないので、なんかね、うん、見るいい機会、そう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 、なりますよね、うんうん、自分の顔をこう見ることってないもんね。ないね、確かに、うん、そうだね。まあ、ジャパンエキスポ あのコメント、うん、撮るときはまあね、撮影してあれはでもすぐ見れるから、何回かやり直しできるし、うん、でもテレビだとね、また違うからね、なんかなかなかないし、修正とかないし、照明もね、大きく照明があるから、うん、個人に照明があるわけじゃないし。そうだね、うん、なのでなんかね、コロナがだんだんね、うん、緩和されてきたから、うん、ね、いろいろやりたいね。メディアも出たいし、うんうん、ね、うん、出たいね。マスクなしでね、出演できるようになったので、うん、ね、だからそれこそチェキとかももうマスクなしなのかね。どうなんですかね、どうなんだろう、ね、アクリル板とかあったもんね。あったね、アクリル板もなさそうだね。うん、もうなしなんじゃない、ね、うん、あとはマスクして声出し OK とか。あ、だからあの見てるお客様は、うん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 、そうそう、マスクして声出しする方はマスクしてなのかもしれないね。まあ、個人の判断ってことだからね、うんうん、一応ね、うん、うん、早くね、みんなマスクねせずにライブもできて。そうだね、昔みたいにね、叫べて。そうね、そうね。でも今結構あれでしょ、イベントでめっちゃ叫んでるんでしょ。なんか OK にはなりつつあるんだよね。うん、
ね、やっぱ全然違うよね、歓声があるのとないのではね。違うね、それすごい違うよね。演者側も全然違うよね、気持ちが。なんかないとないでちょっと寂しい、ね、寂しい寂しい。あるとめっちゃテンション上がる。そう、だからいかにさ、その声の声援とかがいかにそのうちらのさ、その力っていうかパワーになってるカードだよね。モチベーションになったり、コールとかね。そうそう、だからやっぱコールすごいしてくれる人って忘れないもんね。忘れないね。だって結構勇気いる行動じゃん、かなり。私自分がやってって言われたらできないからさ。ね、ね、できないじゃないですか。できないできない、なかなか、うん、すごいなと思って、うん、でうちらよりも声量あるんじゃないかってなった。いやすごいよね。喉の調子大丈夫みたいな。そうそう、次の日のお仕事心配みたいな、うんね、うん、マイクなしでさ、うん、いつも思ってた、ね、心配してたよね。すごいなと思ってすごいなってね、感心してたよね、うんうん、ありがたいよね本当にありがたいですね、うん、本当に力になります ね、 ね、はい、じゃあもうそろそろお時間なので、次は6月の第一日曜ということで、スペシャルゲストお呼びしますのでお楽しみにっていうことで、はい、はい、じゃあまたバイバーイ急に急にバイバーイ、ドラムのジュンです。ですね、このスタジオの中の、アクリル板ですかね、撮れてから僕初めて来たんですが、こんなスッキリしてたんですね。前回どうだったんだろう、僕来れなかったんですけど、ボーカルの子が、来て、一人でやってたと思うんですけど、その時も撮れてたのかな、どうなんでしょうね。ライブの話しましたかね、前回。久々にレイター、4月に、ライブをやってきました。同じレコード会社をね、ありがとうございます。同じレコード会社の、先輩バンドのレコ発に、応援に駆けつけまして、前座を務めさせていただきました。そのね、声がかかんなかったらね、未だにライブやってないかもしれないただね、僕込みで、出雲のメンバーでライブをやったのがね、もうね6年ぶりぐらいですかね。前回、愛知県の野外でやらせてもらった時は僕が行けなくてですね、僕の、知り合いのドラマーさんにサポートで頼んでね、愛知県まで行ってもらったっていうね、そんなことがありまして、それからずっとライブやってなくて、コロナになりましてね、ずっとやってなくて、久々にライブやったんですけど、久々に、スタジオに集まってね、一番最初、合わせた時は、これはもう演奏やめた方がいいんじゃないかっていうね、演奏力になってましてね、みんな、もう、うん、すごい、演奏、ひどかったんですけれど、ね、ずっと、みんな楽器やってきた人たちさすがです、本番までにね、違和感なく仕上げていただいてね、終わった直後はね、レイターメンバー全員言ってましたけどね、今までで一番良かったんじゃないかっていう、ね、散々ね、ファーストアルバムのツアーとかセカンドアルバムのツアーとか散々やりましたけれど、
なんかね、6年ぶりぐらいにそのメンバーでやった時にね、今までで一番良かったんじゃないかっていうね、そんなライブでしたね。当日来ていただいた方、オンラインで見ていただいた方、ありがとうございました。ちょっと最初長くなりましたけどね、メッセージいきたいと思います。ツイッターネームアーサーさん、お、じゅんさん、かしこさん、こんにちは。コロナが緩和されて、行動範囲が増えつつあると思いますが、お二人が夏に期待していることあれば教えてくださいということで、自分は親戚が久々に集まりバーベキューなどをやって花火をやる予定ですということで、あ、バイケンジよりって書いてあります。あ、ケンジさんですね。ありがとうございます。そう、ツイッターネーム変わってたんでね、ちょっとびっくりしましたけれど、僕も、今年の夏はね、バーベキューをやったり、海へ行ってみたりしようかなと、思っております。僕ね、夏大好きで、夏の遊び事も、大好きでして、海も大好きなんでね、やっとなんか表立って騒いでいいのかって騒いでいいのかっていうかね、マスク外してね、こう海に入ったりね、こう出かけたりしていい雰囲気が戻りつつありますからね、僕も、楽しみで、日々過ごしております。で、そこのメッセージの前にですね、僕、ゴールデンウィーク明けぐらいから、6、7、8、9かなで、沖縄に行ってきたんですね。もう心が先走りましてね、沖縄に飛んでみたらですね、なんと4日間雨っていう、ね、到着した時にいい天気だったんです。で、泊まるとこに着いてからもうずっと曇りでね、で、最終日帰る日起きたらなんと晴天でございましたね、残念な結果になったけど、この夏またリベンジにね、どっか遊び行こうと思っております。久々のメッセージありがとうございます。続いて、ツイッターネームかしこさん、これうちのボーカルですね。じゅんさん、こんにちは。はいは、ハワイは楽しかったですかって。僕ハワイちゃん沖縄ですね沖縄に行ってきました、ね。お土産はないのですか。たまにはください。いつもあげてますけれどね、むしり取られるだけむしり取られてますけどね、いつも本当に。さて、もうすぐ6月です。アジサイが咲く季節です。じゅんさんは花を見て素敵だなと思う人ですか。それは思いますけれど、あなたこんなこと書くキャラじゃないでしょっていうねあ、ないですよねそうですよね。表の方もね、もうみんな首振っておりますんでねこの放送、聞いてみてくれてたらね、反省してくださいねっていうことでね、でもね、花はね、僕の子供が好きで、これ本当の話、花見てはね、寄ってってね、綺麗だねって言うんですよね3歳の息子でございました。ということで、この辺で、1曲挟みたいと思います。ライブでもね、1曲目にやらさせていただきました曲でございます。セカンドアルバムからヒーロー。Oh
お聴きいただいているのはレイターでヒーローでございます、セカンドアルバムに入っておりますのでよろしくお願いいたしますということで、かしこさんですね、ケンジさんお久しぶりです。私はフェスフェスフェスですということでね、メッセージいただいております、続いて、ツイッターネーム、エリック尾崎さんありがとうございます。あ、もう渋谷で有名人になりつつありますエリックさんでございます。ですね、エリックさんこんにちは、エリックです、ドラムのレッスン終わりに、聞こうとなんとスタンバイしておりますということでメッセージいただいております。見てますエリックさん、最近暑い日が増えてきてニトリの N クールの、布団を買いましたということで、お二人は暑さ対策しておりますかっていうことなんですけれど、暑さ対策あんまりしてないですね。そうです、コロナになってからの換気の習慣がついたんで、窓を開けるようになりましたかね。なんかそうするといつも窓ってあんまり開けない人だったんですよ。すぐエアコンつける人だったんですけど、湿気多くない日は、窓開けてた方が気持ちいいかなって思いますかね。対策とはちょっと違うかもしれないですけど僕はそうしております。エリックさんありがとうございます。ちなみに、追加メッセージで、あ、今年も梅干し作らなきゃってエリックさん梅干し作ってたんですかね。あってなんか毎度のことのように書いてるけどね、僕初めて知りましたねエリックさんが梅干しを作っているっていうね、そんなこんなんで皆さんありがとうございます。ちなみにね、面白いメッセージツイッターをね、発見したんですけれど、1、年収1000万だけどほとんど休みがない仕事第一の、エリートサラリーマンと、2、年収400万だけど週休2日で家族思い土日は家族サービスを忘れないサラリーマン、どっちがいいですかっていうツイートに関してですね、なんとレイターのボーカル、参戦しております。私は1です。子供はいらないしこれ読んでいいかな、読み始めちゃったんだけど、私は、扶養内でがっつり働かなくていいし、稼いだ分は全てお小遣いで遊べるし、家にお金入れなくて済みそうだし、それなら喜んで全て家事をするということでなんかね書き込みをしてたので、これね見て笑っちゃったんですけどね、読んでよかったかな、大丈夫かなということでね、こんなところで、まだまだ話したいことあったんですけれどね、お時間来てしまいましたんでデータこの辺で、ジュパングのね七色小町まだまだ最後まで、ありますんでぜひぜひよろしくお願いいたします。駆け足になってしまって申し訳ございませんでしたということでね、レイターこの辺で、それではバイ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 。皆さんこんにちは、宮崎生まれのシンガーソングライター浜畑優希の、宮崎弁でガチトーク、今月も始まりました。このコーナーではですね、宮崎生まれのシンガーソングライター浜畑優希が、宮崎弁でですね普段言えないことを、ガチでトークすると、で時にはですね素敵なゲストの方をお呼びしてお話をしていこうというコーナーになります。ということで早速ですね、
今日は素敵なゲストの方に来ていただいております、フリーアナウンサーの宮崎京子さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ宮崎弁で、はい、宮崎さんもあれですもんね、生まれは宮崎で。そうです、そうです。あの宮崎県の中の大分寄りの延岡市というところが出身で、ですね、はい、でそれでずっと名前もなんですけど出身も宮崎で、ずっと宮崎県で過ごしてきて、うん、2年前から関東に来たんですよ。2年前って言ってもう結構最近ですもんね、はい、そうです、そうです。やっと2年経ったかなっていうぐらい で、うん、で今はもう関東でフリーアナウンサーとして活動してます、ね、もう宮崎では顔のようなね、いやいやいや、もう知ってる方いっぱいいますよ。でもちゃんと仕事の時はなまらずにやってますから ね、 ね、その辺もちょっと後でよく、はい、よくよく聞いてみたい。はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。でいただいているちょっと情報をもとにですね、紹介をさせていただきます。はい、宮崎京子さんですね。名前も出身も宮崎、はい、もう宮崎のために生まれたようなんですね偶然、偶然ねで学生時代に宮崎の PR をする活動をしていたと。でその活動を通して大好きな宮崎のことを取材して自分の言葉で伝える仕事に興味を持ち、地元 NHK の宮崎のキャスターになられたと。うん、情報番組やニュース番組を担当して11年間働いた後、去年からですね関東の方に拠点を移したということで。はい、そうですよね、2年間。うん、でも東京に来たら宮崎とは全然違いますよね。全然違いますね、うん、なんか今日も渋谷の駅からここ歩いてきてはい、はい、やっぱ人多いなというのと、本当、うん、でも少し人の流れに乗って歩けるようにはなってきたなってさっき思いながら。本当ですか？若干ですよ。でもみんな早いですよね。早い、もうスピードが。私最初の頃、うん、年配の方に抜かされてましたもん、歩いてる時歩くスピードが違いすぎて。あと宮崎とか田舎だと、はい、通りすがる人に挨拶するでしょ。あ、そう、小学生とか高齢者。そ う, そ, うそうなんですよ。ここじゃできないですよね。そうなんです。私でも今引っ越してきて、はい、近所の小学生にはちょっと知ってるんですよ。あ、そうなんですそしたらでもなんか最初っていう顔されて、だから僕も宮崎に帰った時に、はい、歩いてて小学生にこんにちはって言われると、あ、もうしないのに慣れてますから、もうすれ違っちゃうんですよね。だから、あ、ちょっと染まったなって思っちゃうってところが本当にあってですねということで、こう東京に来てやっぱ驚いたことってたくさんあると思うんですけど、はい、ありますね。僕ね、これ前の放送でも言ったんですけれども、一つ宮崎さんにもお聞きしたいんですけど、はいはい、その発音、発音、イントネーション、そう、イントネーション、アクセントとか、そう、はいはい、によってこのものが変わるんですよね。わかりますよ、わかります、わかります、ね、はい、例えば僕これ言ったんですけれども、吊り橋の橋と吊り橋の橋と、うん、橋、はい、ブリッジあるじゃないですか、はい、とブリッジ、ご飯を食べる時に使う橋、チョップスティックスの方、チョップスティックス、はいはいはい、そうそう、に加えて角っこの橋、あ、はい、だから橋、うん、例文を作ると端っこのね、橋のね、ブリッジの端っこで、はい、チョップスティックを持って物を食べます、ね、これ宮崎弁で言うと、はい、橋の端で橋を使ってご飯を食べます。全部橋じゃないですか。全部一緒ですよね。一緒。これってどうなんですか、そのアナウンサー、はい、キャスターさん的にはこの発音やっぱしっかりされると思うんですけど、あ、なんか私はそのずっと宮崎で生きてきたので、はい、最初に、NHK 宮崎に入った時に、うん、その言葉にアクセントがあるっていうこと自体を初めて知ったんですよね。そうですよね。で、うん、私アナウンススクールに事前に行ってないんですよ。アナウンススクールっていうのもあるんですか。はい、大概あのアナウンサーになりたいって言ったらアナウンススクールに行ってその言葉のアクセントをなんか覚えたりとか読み方を、ここがアクセントで黒点がついてるみたいな、はい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 、とかやるんですけど、うん、なんか宮崎ってアナウンススクールがないので、そもそもがないので、まあ、今はどうなんでしょうね、あるのかな、でも私がなった時はないので、アクセントとか知らずに NHK に入ったら、うんうん、なんかそのアクセント辞典っていうアナウンサーが使う辞典があるんですよ、分厚い、で、はいはい、全部の言葉に、例えば橋だったら頭にここが音が高いですよとか、後ろが橋だったら詩が強いですよっていうアクセント辞典っていうのが本屋さんとかで買えるんですけど、うんうんうん、あ、そうなんですね。で、それがあって、うん、それを見た時に言葉にはアクセントがあるのかと、ね、本当ですよね、初めて知ったんですよ、うんうんうん、だからそれで言うと多分あの食べる飴とか降ってくる雨とか、あ、それも違うんですね。そうですよね。だから僕東京来た時に、はい、
ちょっと駅に行ってスイカ買ってくるわと。ちょっと待って、駅で。そう、駅でスイカ買おうって、電車乗るとき使うんでしょ、はいはい、ってスイカ。うん。もうそれも発音が違うんですよね。はい、そうですね。スイカ。スイカ買おうやったら、駅でスイカら売っちょらんやろって。そうそうそう。駅の八百屋に行くのみたいな話になりますもんね、はいはい。なりますね。ということで、さっきの例文の答え何です？橋の橋で橋を使ってご飯を食べる。これなん、どういう橋の、うん、橋の、ブリッジは市の、橋、市の方が強いんですよね。橋の上で箸を使う、うん、チョップスティックは歯が強いので箸を使って、何、はい、でしたっけ、あ、間違えた、ブリッジの上で端っこ で、あ、橋の上で、あ、橋の橋で、うんうん、箸を使って食べるっていう。なるほど、難しいですね。全部違うんですけど、うん、まあ、覚えていくと、まあ、そっちの方が多分前後の文脈で判断しないので分かりやすいのかな。宮崎の方だと多分前後の文で判断してるんですよ。うん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 、確かに。だから雨が降ってるとか、必ず降ってるとかがついてないと、うんうん、雨を食べるとか、橋の 端っこでとか、前後に文がないと多分判断ができないので。そうですね、こっちの方の方がもしかしたら単体でも単語では分かるかもしれないですね。橋なのか橋なのか、うん、雨、雨、これ驚きましたね。うんですね、本当に、はい。あとはその駅とかね、はい、電車も乗り換えできます。電車は、うん、まあ、調べながらですけど、今アプリがあるからね、できるんですよね。だからいつも私、うん、アプリで調べるたびに、これアプリがない時代の人はどうしちゃったんじゃろうって。本当ですよ。僕なかったですから、ガラケーでした。怖くなかったですか。もうあの秋葉原の駅から出られなかったですね。あ、わかる。もうどこにも行けない、外に出れない。あの、私新宿にあるそれこそ宮崎の物産館、はい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 、最初に行こうと思ったら、うん、もう出口がわからなくて、そうそうそう、多分出たとこが違ったんですよ、最初に行った時に。はい、なんか東、南に出ないといけなかったの、東に出たのかな。あー、なるほど。なんかそしたらなんか全然違うとこに行って、うん、もうすごい泣きかけてで、ありますね。気候にもあんまりみんな急いでるじゃないですか。そうだから聞けなくてちょっと半泣きになったのはありますね。あれですね、宮崎さん、宮崎を PR する、はい、インスタグラムも作ったと。そうなんですよ、うんうん、やっぱりこっちに来て暮らし始めたら、うん、やっぱ美容室とかで出身どこですかって話になって言われますね。宮崎、あ、分からんやろうなと思って。あ、そう宮城と間違えるだろ。そうなんですよ、九州なんですけどって言ったら、なんか、あ、福岡ですか、そうそうそう、その下の方なんですけどみたいな。宮崎ってあんま出ないですね。出ないんですよ。でだからそれでね、やっぱ宮崎でどこって言われるのがすごく多かったのと、うん、偽物のチキン南蛮がめちゃくちゃあるなっていう。はいはいはい、まあそれはね、やっぱり地元の人は分かりますよね。そうなんですよ、唐揚げにタルタルの下のチキン南蛮って言われてるの見て、うん、なんかもっとその宮崎の情報に触れる場所とか、ね、うん、触れるものを増やしたいなと思って、うん、もう勝手に個人的になんですけど、宮崎の情報を PR するアカウント最近解説して、なるほど、まだこれからはやっていく。あ、アカウント名はもう宮崎宮崎です。あ、素晴らしい素晴らしい。本当は宮崎の宮崎って入れたかったんですけど、ローマ字にするとノーになっちゃうので。なるほど、ノーノーってちょっと良くないなと。じゃあ宮崎さんのインスタのページから飛べるってことで、はい、あ、そうです、それも飛べますし、ぜひチェックしてみてください、はい、で僕の方の宣伝もですね、今月6月21日に渋谷でライブをする予定がありますので、詳しくはインスタの方を見てください。で残りね短いんですけど、はい、質問をねインスタでやったらたくさん来ました、うん、え、嘘、嬉しい、まず一つ、はい、宮崎弁で好きな言葉なんですか。いっちゃがとか、いっちゃが、いいとよとか、ね、ああ、なるほど、何でもおおらかにいいとよいいとよって言って柔らかいんですよね。なんか宮崎はテゲテゲ文化って言うんですけど、大体でいいとよ、うん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 、いいんだよっていうのが、そうですね、まあ、いい、ポジティブにも肯定してくれる言葉なんで、それが好きですね。あとはですね、はい、宮崎さんは宮崎県だから宮崎さんなのですか、うん、これも答えないでいいです。どういうこと、宮崎県だから。もうね、どういうことって話なんですよ。もうね、こういう方が多いんですよ。でも元々の本名がちっちゃい頃から宮崎ですね。ね、はい、芸名とかじゃないです。そういうね、はい、ご返答になっちゃいますよ。こういうね、好き物が多いのでね。ということですね、時間も来てしまいました、はい、あ、もう時間になっちゃった。6月18日お願いいたします。どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。